ご視聴の皆さん、コシタントということでありがとうございます。小竜哉です。本日は鹿の子の子のこコシタント第十一話を視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。ではいきます。三二一五。さあでもうなんか静かですね。爽やかですね。 主人いわゆる主人公席ではなかったかそういえば本当ですね夢じゃないあそうっすねなんかさらに夢っぽいあ夢落ちっぽいと思ってたけどそんなことはなかったか <laughs> まあ <laughs> 鼻そうっすねはがなかったっすね 花ちょうちんぐらい今ごろ出されたところで驚きはないっすよと思ってたらそれどこじゃなかったっすねあれ何なん,なんですかあれまた何かあるんすかわかんないっすけどいやー11話かーなんかけっあほんとに濃い旅をしてきたなっていうまだ早いっすけどねもう1話ありますからね ででも11話でしょ、そう、前回はねあの田んぼがありましてで、田んぼが来るっていうのは第3話の時点で10話をお楽しみにっていうことがありましたんでねそれは予期できていたんですけど1112さあどうするのかねっていうまあどうもしないっていう可能性も全然ありますしね特に最終回前だからといって特別なことは何もせずこの 鹿まみれの日常が続いていくだけですよっていうのでも全然ありえるしかまあうーんこの作品にしかできないその大団円とかそういえばあの <laughs> ものすごい摩擦ですけどあの u ディアラのところで鹿の角生えてるのは負けると映されるってこと。 めっちゃ今更こんなことを今更言ってるの私だけでしょうけどねあれがなんかなんかのゲームのまたパクリででそのゲームにああいう要素があるんだろうかとか今急に思いましたわ本当に11話に来てっていうねこれ何なんですかまあみたいなんですけどああそうね <laughs> それはありましたね名称の問題ねまたあのー またあの他の角の何言ってんだ他のなんかの時みたいに <laughs> っていうかあのまあ腹提灯ですらない角ちょうだっていうのもありますしそうですね <laughs> こいつの飼育係っていうすごい単語脈絡なしに聞いたら何は何だか分かんない。 わかんなないよなあれなん,なんなんですかあの <laughs> だいぶ強くだいぶそうでしたしまあだから角が別で動いてるんでしょ角は別行角は別行動っていうかあの <laughs> 船こいでるっていうことは久々に聞いたあの 何あのシャボン玉あの花ちょうつのあのつのちょうちんで今になって急に <laughs> いやそうそうなんだけどあの鳥も何かあんのかツバメでツバメ屋さんとだいぶ描写細かいですねまあでも鹿にかっていうか逆に鹿だけがすり D で早速お出ましになりましたけど <laughs> めっちゃ聞いちる、うん、誰も何もせん <laughs> 出たよもうほんとにさあまあナレーターさんもそうなんですけどもうこの鹿の子だからいいでしょうぐらいの感じですっと全ての疑問を。 流していく別にコスタンさんが <laughs> そういう寝息だったんですね文字にするとねコスタンさんが焦る必要はないというかこの状況で先生がどう反応するかはちょっと興味あるなそれは目が覚めたタグたった一言で全員をタグの方へ気をそらすという。 っていうか、タグついてたところで、ですし、制服ですよね、皆さん、先生以外は。で <laughs>、そんなに心臓にあ、あ、はい。そういえば、今更だけど、3年 B 組なんだ。お、冬だ。もろに。え、これ、へえ冬仕様だなお。はい、存じ上げております。<laughs> どうしたんですか、急に。 はい、存じ上げておりますけどあ時代劇でもないまたぎか鹿狩りねえーノコタンさんを借りに来るってことがあるかはい <laughs> さりげなく冷圧とか言わないでくださいね他の作品の用語を 逃げたんか隠れたんかえノコタンさんを借りに来るってことある借りに来たんか他に何か用があるかなマタギの肩におったにおいでわかるんだあれあまマタギでいいんだあ熊 <laughs> あねそうあのね マタギって熊内の人だけでしたっけって今疑問に思ったんですけどまあもう一個ありがたいのはマタギって名乗ってくださったんで間違ってないんだなーっていう <laughs> この作品で今更そんなまだ近くにいるのは間違いないさすが生徒会長一人だけ一人だけ原画家が違うかのような がへ知ってる人ななんかなまあ逃げるぐらいだからまあそれはまず。のこたんさんが逃げるほどの相手というのは相手というのはどんな人なんだろう知ってる人ですか <laughs> こんなこともあろうかと思ってたっていうのはすごいね。 どんなことなんですかあの人が来ると何があるんですかうん、またぎでいいのね。熊内うちには限らない。はい鹿の日まあありそうですけどね。はい。え毎月あんのああ、じゃあだって毎月来ないとじゃない。ね。だし、なんで、 この度の鹿の日にだけいらっしゃ。で、なんで、そう、のこたんさんを特に、あいつ、あの猟友会の皆さんだって、はい、ジビエ祭り、あ、そういう決ま、そういう決まりが、 市民がやるんじゃなえっ <laughs> 明日になったら安全だからっていう,いうことですかこれも何かの作品のネタなんだろうな私が分かんないだけでだいぶ特徴的なあの演出フォントだったし何かあるんだろう時代劇風かと思ったけどさあだってねそんな

それはどういうな、誰、誰視点なんですか、誰の視界なんですか、それ。マタギにはそんな能力は備わるんですか。いろんな本当に相変わらず、最初時代劇風かと思ったけど、なんか別の作品のネタ混ざってきてるし、今度は SF ですか、を、そんな失敗をのたん、ノコタンっていうか、大概の相手には、ノコタンさんの、 いろんな能力で余裕で撃退イレギュラーギャルっていう <laughs> レギュラーとイレギュラーの概念をナレーターさんが教えてくれるっていう <laughs> まさかままさかマタギの天敵がギャルだったとはなぜはいなんでギャルがそんなに苦手なんだなんでそんなに <laughs> 嘘でしょマジでありがとうございます <laughs> <laughs> 鹿,鹿に優しいギャルはい、まあ、全然いいですけどローマ字で書かれてるからまあなんかあるんだろうねわかんないですけどね、はい、飲むもの何それあれは本当にある何か え鹿の声っぽいですかもしかして。ですね。そういうことなんですね。わかんない。本当にああいうものがあるのか。なんか、その、犬笛みたい。犬笛は違いますよね。なんか超音波ですよね。あれはね。まさかの11話にして。<laughs> さすがですね。さすがですね。動じないっすね。またぎまたぎぐらいでは。 何気にこの街で鹿の頭、鹿の剥製の頭が飾られてるって、凄まじい征服と力の象徴なのでは考えてみたら。あの鹿王も、もしかして、ああ、<laughs> なんでか、<laughs> いや、それできんだったらさ、っていうね。一切同じられないですね。さすがでございますね。<laughs> 一言。 ごと言も発しないし寝てた可能性すらあるなあれだと学校内限定でうわー <laughs> すごいっすねもうあのまああの目だけ光ってる表現もねあのいろんな暗視カメラの映像で。 我々が動物を見るときに見るだし、いやだからもうそれもそうだし、あなたはマタギ一人ぐらい、は <laughs> あ<の>、な<立>つ <laughs> なぜ終わらないといけないんだ。マタギ一人ぐらい余裕っしょう。どうにでもなる、そうだったんですね。余裕でどうにでもなるっしょう。マタギ一人ぐらい。 その爆弾もありますし他のいろんな能力というかわけのわからない何由来かもわかんないどうやって使ってるのかもわかんないいろんな能力あるでしょっていうねさあ最終決戦だどうやって戦うのか知らないけどまあそうなんですけどおおそのぐらいご存知 <laughs> なんでローマ字で どうやって戦うのかも分かんないし本当にはいなぜ決闘本当に決闘みたいになってんだ <laughs> すごい <laughs> 熊取宗一郎さんというお名前までご存知というねおお本当に <laughs> 今まで一切そんなまあいつもそうですよね <laughs> なんか、あれはなんかの RPG で、とかでありそうですけどね急にバトルマンああ完全にこれはバトルアニメになった時の作画班に切り替わっているな <laughs> なんでなんで急に英語を ライフー is beautiful を思い出すわすごいちゃんとしたはいえすごいちゃんとした英語だわどうしたんだ <laughs> これなんかのネタなんでしょうね私が分かんないだけでいつものごとくうん発音はともかくすごくしっかりした英語だわどうしたんだ急に何があったんだ何事だ結構大変だったと思うけど <laughs> 急に普通になるあのー、はい「飛び道具にあの獲物で対抗を押すあそういえば「明日まで逃げる」っってたけどもまあそうね言われてましたけどなんで日のまで来たのかとか。 知り合いだったってことは前にもどっかで快適してるでその時にどういうはいはいなあはいなんか別にいいっすけど <laughs>「s ー o ーなんでわざわざ日野市 なんでこれまねえなんでこれまでは、はい、別にコスタンさんは気にしなければ <laughs> 肩のそれから気になります他によっぽど気になるものがまあまあそうなんですけどけはい…そうなんですよあとあのー、長物だったら割とも <laughs> まあ、この場合ねあの、むき出しだったんでポリス <laughs> ポリス沙汰になってしまいましたけど少なくともあのライフルはね我が命は募集なんで肘破れてんのなんで肘破れてってこれどういう状況何してるですかこれなん…えはい何がどうあってどうはいありがとうございます そっからお願いしますなんでなんで破れてんのこの1時間前の時から <laughs> っていうかさっきのあのマタさんの下りあっさり終わってそのまんまはいなんでなの膝とひ <laughs> 散歩なんだそれ <laughs> あれを散歩と称するんださすがのこたんさんぐらいのと散歩もひた味違いますねきったな春だったんですねありがとうございますへ <laughs> えー、そうなんだそこから1時間もかかったいやでも可愛らしいじゃないですかねえ 何がかわかんないですけど、コシタンさんとお買い物が楽しいのか、<laughs> ね、一時 <laughs> 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 大きな声で元気よくひのーっていうね、<laughs> どこにお店がっていうか <laughs>。 一話もやってるっていう最初からどこに行くか決めてから出発すべきでしたね。なんで1時間もかかってんだと思ったら誰もどこに行くかもうここがどこなのかもう日野という以外のことは分からんあへえ回避していくかかだ <laughs> 設定 <laughs> もう本当にこの作品ね いいい加減しててくださいよ、っていうねどかすかあらこれ本当に <laughs> それ何 <laughs> なんか出てるのでね一応確認させていただいてありがとうございますあれ本当に猫と同じ理由で猫と同じっていうか猫も本当に怖がってるかどうかわかんないらしいですけど猫は光が反射してるのが怖くてみたいな光が揺らめいて。 コスタンさん <laughs> なんでねまあこれはオープニングで毎回拝見してるんですけどなぜなぜいい感じのツンデレと幼なじみのユリ作品に急になるんですかまあよかったですね買うらしいので細かい, <laughs> 細かいことは <laughs> いいじゃないでしょうかってね。 <笑><笑>ベッタ <laughs> ベッタだなあすべての演出とセリフと <laughs> 劇版と全部がベタだなもうそれできるんだったらっていうねなんでループしてんの <laughs> 急にこの流れでそのそのぐしゃぐしゃな顔やめてもらいますぶち壊しですよいや本当っすよいやほんとっすよ出歩けないじゃん外ほんとに怖いんですかっていうねだしあアプリケだ <laughs> あの外出歩けないじゃんっていう問題は別にいいんですかっていうね <laughs> はい本当にねなもう一挙手一投足がお姉ちゃん萌えですからねなんでツンデレあなんでツンデレになるんだろうないちいち本当に面倒見いい優しいはいはい 11話ででねねちょっと響きが変わるんですよ、ね、それ言われると。なんかでもまあいろんな作品でねあるセリフではあるでしょうけどね「こんな日常が続けばいいのに」みたいなまあこれがその冒頭で出てきた「こんな平和な日々が続けばいいのにな」っていうのと「こうする」 最後にもう一回あのセリフになってるんでしょうけど11話でっていうやっぱりその辺は意識されてるんでしょうね当然ね。でまあいろんな作品であるああいうセリフでしょうけどまあ私が今思い浮かべたのは邪神ちゃんなんですよね。 ただ邪神ちゃんはね実はねその作品内容のむちゃくちゃさと合わせて思い出してる方多かったんでこれは多分私がそんなにいつものごとくそれお前だけだよっていうのほどではないというふうに思います。やっぱりねどんなそのむちゃくちゃでバカでもう 特にナレーターさんからは勝者のことをなめくさったセリフばっかり飛び出してくる作品ですけど寂しさはありますね今回ちょっとあれか「シープラルト」があるかっていうね時間の残り方なのはやっぱり11話ではい <laughs> すごく日常の中でも日常のこの場面からなんすか その日常がある日突然大きな変化に襲われるみたいなシープルアルトですかねなんだなあ11話でねなるほどねさあこの謎というか大きな変化まさか誰ですかそれみたいな うーわ出たこれうーわうーわ出たそういうやつねあは,はーいやー何か仕掛けてくるかなと思ったんですけどやっぱり最終回の一個前ですから ただまあこれはその何かあんだろうなと誰しもが思ってるということは当然作品の側でもね感づかれてるに決まってますからそこであえて外してきて何にもないっていう、ね、のも全然ありですしせっかくの最終回でということなんで。 もし仕込むとしたら何があるかなと思っていましたけどまあこれもねいろんな作品でありますけどねこれまでむしろ我々の方がおかしいのかみたいな混沌に突き落とされていたあのそもそもの一番大きな原因であるのこたんさんが消えるそしてこれまで自分たちの方からは異常にしか見えていなかったその ぬコたんさんという存在と周りのみんなの,その平然ぷりみんなどうし,てしまったんだ我々の方がおかしかったのかと思っていたらなんと我々が思っている常識的な世界の方にもはやこの世界の異常さに染まりきってしまってこっちが日常になっていたところへ突然我々が元いた常識的な日常の世界へ。 周りの世界の方が先に戻っていってしまうという取り残される異常な常識に取り残される我々みたいな世界観のひっくり返し方ねいやーいいですねこれはねだしまあこの作品だと「オチ」の取り方はすごく幅広いですよね異常性の塊だし異常性の 源泉でもあった大きな存在ののこたんさんが突如消失するという主人公の消失でその消失が実はん我々が見ていたこれまでが夢だったとかねよくあるのは多分これはもう今から海外の反応見るの楽しみですけど。 連れて見かけそうな解釈とか予想とか意見はそもそもその,のこたんさんという存在がコスタンさんの作り出したイマジナリーフレンドでイマジナリーディアラででそのこんな友達が欲しかったっていうコスタンさんの幻想が何らかのきっかけで解け現実の世界に戻ってきてなのでとか。 もしくはあのもっと壮大な SF 的解釈で別の時間軸別の世界線に迷い込んだとかね切り替わったとかねなるほどね11話でそれやっていきますか。まあこれはいろんな解釈がありえるから皆さんの感想を読みながら考えますんで。 来週までの間にねそれ以外だとやっぱり <laughs> 花ちょうちんね花ちょうちんってどういう訳され方になってっかなあと結構長い尺を裂かれたマタギさんのくだりっすね結局なんでわざわざ北海道からっていうねのこたんさんはなんか のの中でも特別なな価値のある獲物なんだろうかまあそれは <laughs> 特別なのは間違いないですけどね人間の中でも特別かもしれないけどだいぶしっかりした英語だなこれっていうね、まあ、私の英文学の知識が浅すぎてそう見えるのかもしれないですけどこれちょっとだいぶディセントイングリッシュなんじゃないかっていうそんな反応がありそうだな。 ジャージ買いに行くくだりかわいすぎるのともう本当にあらゆる百り作品でやり尽くされたべったべたのチュープばっかりを詰め込みましたみたいな濃厚な百り作品パート。ね。 この11話はすごい構成に凝ってるし気を使われてて冒頭と最後の部分が接続するようになってるんですね最初にねこんな平和な日常が続けばいいなっていつの間にかあののこたんさんという常識外れな存在がいてむちゃくちゃだった日常なんですけどまあそんな中でも平和な日々があってもうそれが続けばいいなと思っていてで エンディングの直前に <coughs> こんな日々も悪くないってねずっと続けばいいっていう言わしといて術替えさせといてセープラウトでそれが突如異変を来すというね、うん、すごく構成が凝っててその辺もね作劇上の言及とかあるかもしれませんがまあそういうのも含めて皆さんのね11話最終回直前の 反応を拝見してまた海外の反応の方でご紹介するのも楽しみなんですが今回はこんなとこですかねそんな感じで鹿の子,の子の子の子虎視眈々第11話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた